ナップルの切り方を、やっていきたいと思います。この、パイナップルの柄みたいなのあるじゃない、この柄というかこの一個一個こういうひし形みたいになってるやつ、ここに入れます。この柄、パイナップルの柄に沿って包丁をちょっと上だけ入れてください。外します。これは力任せに、ほら簡単に、分かった、くるってやるとこういう風に外れます。こういう風になんていうの、ベラ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 してるところ落としちゃってください。こういう風に、こんな風になりました。あ、もったいない果汁が、じゃん、バターナイフ、いくよ。この下の部分、ここにバターナイフ刺す、ただ持ち上げる、で引っ張る、そうすると取れる。うん、面白いと思ったら真似してやってみてください。